しく気高く僕らを照らして光り輝くアワラスター、それは僕らの使命。子供の頃あったよね将来の夢。梅雨入りを間近に控えた6月上旬、あわら市フルーツライン周辺の果樹園は実りの季節を迎えている。通りから少し入った開けた場所に大型のハウスがずらりと並ぶ。メロン名人桑島さんが丹精を込めて育てているメロンの農場だ。もう余分な芽やで、これもうメロンの養分っすね。これがもう根っこにはもう何もやりませんから。ん、根っこにやらない、もう水分何もやらねん。収穫の大体1週間前からもう水分は一切入れないの。そうせんと糖度が乗らんねんの。うん、それとこれを伸ばすと根から水分を吸収できまいで、これメロンから取るんやな。ちょっとメロン痩せてまんや。あに大きかったのは収穫の時に、なんでこんな小さいんやろってな。まあ自分なりの、まあ、勘やね。この方法がいいんでないかとか、うん、やっぱりうまくいかない場合もあります。はい。これはぜひともお客さんに食べてもらいたいなという思いで、まあ、自分なりに挑戦してきて。25歳から始めたメロン栽培も今年で50年になる。家業を継いで農業を始めたのは中学を卒業してすぐのことだった。当初は茶葉や菜種、さつまいもなどを栽培していたというが、収入は少なく先行きも見えなかった。そんな時出会ったのがメロン栽培だった。メロンはウリ科の植物で、つるの先に果実がなるため、多くの農家では地面に這わせた状態で生育する地培という方法が取られている。しかし桑島さんはその栽培方法に疑問を感じていた。美味しいメロンを作りたい、その一心で独自に研究を重ねていった結果、現在の栽培方法にたどり着いた。タチ栽培、一つのつるに一つのメロンしか実らせない贅沢な方法だ。数は取れないが、その分味は格段に良くなる。ただその栽培には長年の経験と勘、技術と根気が必要だ。誰にも真似はできない。桑島さんは胸を張ってそう言い切る。できたやつというか、こういう今38度まで蒸してるんやね。これが私の一つのコツやね。はい。だいたい花咲いてから60日が一応はメロン の収穫日数になるんですって。で品種によって赤はちょっと早なんやね、50日ぐらいでって、この蒸しても大丈夫用のそういう木作りをせなあかんね、これが、まあ、水分足らんともうプタってしおれる。それが立ち作りの、難しさやね。青肉系のこのメロンに桑島さんはスタンド黄金メロンと名前をつけて商標登録も果たした。立ち栽培からスタンド、その輝くような見た目から黄金メロンというわけだ。味はすっきりした上品な甘さの中にしっかりとしたうまさがある。ただ甘ければいいわけじゃない、美味しさが詰まったメロン。
それが桑島さんが常に目指しているメロンの完成形だ。もう何個や、少ない、6月下旬、スタンド黄金メロンの最初の収穫時期を迎えた。今年は5月の長雨の影響で、初収穫は満足のいく大きさのメロンが育たなかった。もうどんなの、そこはもう諦めな。この間は長いこと雨降ってたでしょ、あれがちょうどこの次第時期に向かって、今年はもうスイカなんかでもハウスのスイカ今出荷してますけど、もう M ばっかりやん、 M と S、 うん、やっぱりこれは生き物やで、やっぱりこれ生きてるでしょ、うん、だから難しいね。型に入れてやるもんなら楽ね、うん、うん、それでまあ逆に言えば面白いんかもしらんしな、うん、逆に、うん、まあどこでもいいんですけど、これはまあこれは赤肉ね、こっちは双子で、こっちが黄金ですけど、ほら、うん、まだ若いけど、うん、でかいでしょ、あれあの持ち比べると思うんだもん、いや運転の際やね、これもうどれ見ても一緒やねん、これまだ大きいわ。これはまあ要は時期をずらしてあるから、そう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 、うん、でこれ 雨上がりにできたやつやん、うん、5月の下旬のあの雨、ほらこれらもこれだけになるとの毎年こんねえの私。歯がゆい思いもあるが、自然が相手の真剣勝負、思い通りにならないところがこの仕事の難しいところでもあり、やりがいでもある。収穫したメロンは自宅で一つ一つ丁寧に箱詰めしていく。高級感のある黒色の箱、これも桑島さんが考えたブランド戦略の一つだ。いいものをいいものだと分かってもらう努力、こうした積み重ねがあって、あわらを代表する特産品の一つにスタンド黄金メロンは数えられるようになった。結局自分が望んでること、それが思う通りいった時が、まあ、よかったなっていう、うん、こっちやるかな、2回目や、うん、あ、2回目なんですね。箱詰め作業をしている桑島さんを訪ねてきたのは、あわら市役所の職員。実は数年前から桑島さんのメロンはあわら市のふるさと納税の返礼品として全国に送られている。やってきたのはそのふるさと納税の担当者だ。去年までは、まあ、メロンの生産時期、この夏場でしか返礼品として受け付けてはいなかったんですが、今年からですね、もっとより多くの人に、返礼品として、まあ、お届けしたいという思いから、やはり寄付が増える、ふるさと納税の寄付が増える11月12月から、桑島さんのメロンを先行予約という形で取り扱い始めました。効果もあり、今年はとても多くの、返礼品のご要望をいただいております。それはまあおかげさんでね、まあ、初めはね、まあ、手探りっていうかね、そういうような状態で、やってたんですけども、そういうね、皆さんに喜んでもらえる品物を私は出荷をしようと思って毎日努力をしています。寄付者の方に喜んでいただける返礼品というのは間違いありませんので、これからもちょっとふるさと納税を通して桑島さんのメロンの味をですね、全国に届けていきたいなと、その一つ助けになればいいかなと思っております。あわら市生まれの美味しい福井を届けたい、その思いは着実に成果を上げてきている。やっぱり18度から20度あったら最高や。
箱詰めを終えたメロンをトラックに積み込んで向かった先は農産物直売所キララの丘。桑島さんのメロンは主にこの直売所で販売している。スタンド黄金メロンは他のメロンと比べて決して安くない。それでも毎年注文が殺到し、リピーターだけでも相当な数になるという。なんか明らかに桑島さんだけ異質です。目立つ箱や。いいか悪いかわからんし、結構やっぱでも買ってってくれるか買ってくれるかそれは分からん。買ってってくれた人が、あ、うん、美味しかったなって送って喜ばれたなって、それだけ。これはこんなこと言っていいか悪いか分からんけど、やっぱり私らも生き物相手ですけれど、一応職人みたいなもんよね。で、職人っていうのはもうその人はその人の独特の、まあ、どういうのか感っていうかね、うん、でもそれはもう誰も真似できないと思うね。はい、メロン作りは大変だ。体力も使うし手間もかかる。それでも待ってくれている人がいる。何より美味しいメロンを作ることが大好きだ。アワラスター、だから君は輝き続ける。